キートトンボは、カゲロウ目イトトンボ科の昆虫である。和名の由来は、体色より。オスは、全長31から44ミリメートル、腹長23から34ミリメートル、甲子長15から24ミリメートル、メスは、全長33から48ミリメートル、腹長25から38ミリメートル。 高視聴16から26ミリメートルであり、糸とんぼとしては中型である。胸部は未成熟で泡褐色、成熟すると明るい黄緑色である。腹部はオスでは鮮やかな黄色、メスでは個体によって緑味のある、黄褐色あるいは緑色となるが、成熟との関係は調査が待たれる。羽は無色透明。腹眼は黄緑色、足は黄色。 体長11から 15mm。連結中のキーとトンボ、中池見湿地にて、平地や低山地の地小や湿地、湿原に生息する。成虫は、ハエから小型のトンボまで捕食する。日本、中国、朝鮮半島 ABCDEFGH、日本産昆虫学名和名辞書。昆虫学データベース昆虫、九州大学大学院農学研究院。 昆虫学教室。2018年11月13日閲覧。ABCDEFGHI。原色日本トンボ幼虫成虫大図鑑北海道。大学図書館公開582から583。P.ISBN4 から 832997718.ABCDEF。ネイチャーガイド日本のトンボ文一統合出版 104.P-105P. ISBN 978から4から8 2 e 9 9 0 1 1 9 9各都道府県でのレッドデータ。ありがとうございます。